どうも、徳さんです。本日は交通戦の様子をお届けします。お相手は強豪スマッシュブラザーズさんでございます。実はこの日、ダブルヘッダーの2試合目、1試合目で竹俣兄貴が投げ切っている。お願いします。病院でですね、ヤシュピーで今日は相手に入れていきます。スマッシュブラザーズさん、ヤシュピーにもかかわらず受けていただきありがとうございます。その先発ピッチャーですが、田上でございます。ヤシュピーレベルでいくと6ぐらい、10段階の6ぐらいですかね。実は試合前にゾエとキャッチボールで、高見さん、クイックの方がいい球来てますよということを受けた高見は、え、嘘、じゃあクイックで投げようかなということで、大きなフォームではなく、この日の高見は自分史上ベストクイック投法で投げることを決意。そしてそのクイックがエスカレートし、とんでもない投球を見せます。このアングルでももう一回ご覧ください。私にも注目。マリの速さにも反応できません。ルール上どうなんでしょう、構える前に投げちゃいけないっていうのあるんですが、しかし1番バッター痛烈なサードゴロ、なんとか私を抑えまして1塁転送アウト。しかし私これ刺されてます。いつものリズムではないので、なんとかアウトにしたって感じです。そして2番バッター同じようにサイン交換から投げるまで爆速です。1秒ないと思いますね。サイン交換して、はい、1秒ぐらいか、打者に準備させない投球テンポっていう、いつしか甲子園で見ましたね、こんなピッチャーいたなっていう。でも振り付くってそっちもっていう感じですよね。整えないピッチングに発展していきました。しかしスマッシュブラザーズさん、好打者が多いです。早くも田上のこのクイック投法というのか、間の短い投球を理解し、すぐ構えて、対応してくるんですね。このあたりやっぱり強いチームの特徴だなっていう感じはします。しかし田上は全く意に介せず、どん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 投げ込んでいきます。ストライクだろうがボールだろうが関係なく、サインが見終わったらもうすぐ、1秒、ナイス、2秒はないと思いますね。その感覚で一生投げ込んでいきます。初回三者凡退、よっしゃ、俺が追いついたよ。さあ、そして2回のピッチングでございます。このイニングもクイック投法、しれっと見逃し三振、本当に速いですよ投げんの。しかしこのクイック投法、1個だけ難点があって、めちゃくちゃ疲れます。配球も整えず、どん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 いきますんで、なんかもう無酸素運動に近いんじゃないですか。パーボールとかで球がつながる、多くなってくるスライン。
島村さんもこう対応してくるんですが、なんとか2回投げてるの失点。しかし只見の体力だいぶこの時点で削られていました。さあ一方振ってきたバッティングです。さあ二刀流高々と打ち返した打球はフェンスを越えてホームラン。もうね、いいですね、先発ピッチャーがホームラン打つっていう、まさに大谷翔平選手のような光景なんですが、健一高見、ね、結構起こり得る光景ではあるかなと思う。レベルは全然違いますけどね。さあそして3回のピッチングですが、先ほども言いました、高見の体力をだいぶ削られていて、いがっちゃですが、制球が乱れていきます。そしてスリーボールとなり、パーボールで歩かせます。こういうのがね、しんどさ出てくるんでしょうね。さらに手元が乱れ、デッドボールでランナーを止めてしまいます。するとランナーが3塁に進んで、そして、これがタッチングフェンス直撃、二塁ランナーホームイン、タイムリーを打って失点。徐々にこう崩されていく感じ、守りながらひしひしと感じておりました。そしてあっぱれでは初の4イニング目、疲れ果てて普通の投げ方に戻ってました。普通の投げ方戻ったっていうところでバッターもタイミング測りやすい。ドーン打った瞬間でしたね。バッターも気持ちよかったかなと思います。ホームラン。まあこのスマッシュブラザーズさん、結構冷静に対応し、そしてじっくりボールを見極め、球数を増やし、高見の体力を削り、甘く入ったボールを低めに振りで仕留めていくという、まあ、高見もね、野手なんで、なんとかして抑えようっていうちょっと工夫だったと思うんですけれども、攻略されました。登板だったのかなというふうにサードから見てて思いましたね。その後高見は最後のバッターもしっかり投げて4回投げ切りました。頑張りました。ヤシピン4回差し切ってオリックス対戦しないよ。見逃せばボールになる。ピッチャー陣ちょっと怪我人も多いので目立つ。高見は投げたいと思います。